皆さんこんにちは、本チューブです。今回はもし部下が適応障害になったら部下と会社を守る方法をお書きになりました森下先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。適応障害という言葉、最近時々耳にしますけれども、はい、実際どういう病気と思っていいんでしょうか。そうですね、適応障害っていうのはその精神科の診断基準分類、そういったものにもちゃんと入ってまして、はい、医学用語なんですよね。でどういう状態かっていうと、うん、もう読んで字のごとく適応できなくなったというようなことで、はい、何に適応できなくなったかっていうと、何らかのストレス状況、自分以外の外部の環境にストレスがあって、そのストレスに対処できなくなって障害が出た、うん、というような、ことで、外部のストレス状況があるというのが大前提になっている病名なんですよね。自分の中からというよりも、はい、外部からのストレス結構大きいよって思っていいんですね。そういうことです、はい、それがあるのがもう絶対条件の病名になるんですね。適応障害というのは昔は職場のうつっていうふうに言われて、そうか、うつ病でもあるんですけど、うんうんうん、うつ病ってつくのと、うん、うつ状態ってつくのとまたちょっと微妙に違くんですね。はいはい、適応障害という病気の結果としてうつ状態になるというようなくくり で、はい、うつ病というと、まあもうちょっとね、いろんな原因を含んでしまう。適応障害っていう病名をつけることが、会社に対して環境調整を促すというような一つのその方向性を示すことになるんで、職場でうつになってうつ病とつけてしまうと、じゃあうつ病を治して戻ってきてくださいみたいなことになっちゃうので、そっかそっか、はい、環境調整をしなきゃダメな病気なんですよ、うん、職場も当事者ですよみたいなことをもうすでに意味してるということで、適応障害という言葉はすごく大事ですよね。うつ病だとただ診断されたら責任感がないってわけじゃないとは思うんですけれども、はい、あなたの問題だから治してきてってなるけれど、はい、適応障害ってやっぱり私たちにも責任があるというか、関係してるから一緒に治ってこう、はい、手伝うよっていうスタンスになるということですね、はいはい、そういうことですね。職場に責任の一端があるんだよということがおのずと出てくるわけですよね。はいはい、それはぜひ知っておかないといけないことですね、上司は、はい、そして優秀な部下が適応障害になってしまうこともあるって、はい、バリバリやっていて営業成績もバッチリで、はい、ってそういった方も適応障害になっちゃう、そういう人の方がなりやすかったりするんですね、燃え尽きというような形で書いてましたが、はいはい、で普通自分の体調とか気遣ってる人は、うんうん、燃え尽きる前にそのことに気づいてちょっと手を抜こうとか、ちょっとサボっちゃおうとか、うん、ね、まあ、そういう風にして自分の身を守るわけですけど、真面目でバリバリで仕事第一ですごくできる社員の方とかは、うん、そういうことがないわけですよね。そうなんですね。自分が壊れるまでそもそも気づかないんですね、はい、気づいた時にはもう立ち直れない、うんうん、で燃え尽きちゃうっていうようなことで、まあ、優秀でバリバリやってる人ほど危ないというようなことですね、まあ、そうじゃなくてよかったなってほっとしてるところですけど、うんうん、いやと言ってもみんながみんなそうなるわけじゃなくて、やはり初期の段階で気づいてあげるってことがじゃあ大事だということですね。はい、ストレスコントロールができない人っていうのがまあやっぱりあるわけですね。そういう人については周りが気づいてあげる、はい、周りがセーブしてあげる、そういうのがすごく大事ですよね。管理者がねマネジメントする、はい、それも仕事のうちですよね、うん、部下の対応という、はい、今の話につながってくるんですが、どういう人が適応障害に来やすいか、はい、そのタイプのね、うん、特徴が本に載ってるんですけれども、はい、はい、だって普通というかむしろしっかりしてる明るい人だったりするんですね、はい、まあ、いろんなタイプがありますけど、すごく明るくて、はい、リーダーシップがあって、うん、ポジティブでバリバリやる方ですよね、はい、特にもう社長さんに上り詰めるとかですね、
そういうタイプの人も結構多いですね。でそういう方って割と突然ポキッと折れるよ、まあ、それはすごく注意しておかなきゃいけないし、そういう方っていうのはメンタルだけじゃなくて、心筋梗塞とか脳卒中とか、こう体の命に関わるような病気にですね、すごくなりやすい、そういうような、タイプの人もいます。この本の中で人数が適応障害増えてるよというふうなことも書かれていたんですが、はい、コロナになってこの1年で増えたとかいうのは特に感じませんか？で増えましたね。やっぱコロナ自体に対する不安感恐怖感もありますし、リモートになって鬱になって私のところに来られる人っていうのはすごく多かったんですよね。それまで通ってた方というよりは新たにコロナ関連でのリモートを生んでかかってこられる方がいる。それでかかってこられる人っていうのは、普段はもうさっき元気な人が、適応障害になるって言いましたけど、まあ、それに輪をかけて適応障害になりづらいような人が結構リモートで鬱になって来られたんですね。はい、それは人とのつながりが薄くなるっていう形ですかね、はいはい、そのせいで。そこが一番大きいと思います。仕事をされている日常においては人と接することによって自分のメンタルをミディアムに保ってって言いますかね、それがなくなって自分であれこれ思い悩むようになると、もうどんどんそこにものめり込んで修正が効かなくなっちゃうんですよね。復職ね、やはりすることが目的だと思うんですよ、お休みを取るって。で復職した部下への接し方に悩んでいる上司もいらっしゃるそうですね、はいはい、どうやって声をかけていいんだろうかって悩まれている職場も多いのかなと思うんですが、はいね、まあ、そこもやっぱり復職した当事者以上に上司が悩むところですよね。でまず認識していただきたいのは、復職した当初っていうのは戦力にならないんですよね、まあ、そこをまず認識していただいて、じゃあ復職当初の目的は何かっていうと、もう行って帰ることだけですね。出社して帰れればまあそれで OK と、まあ、そこにはその当事者の微妙なそのメンタルの変化があるんですけどね、どうしても周りと比較してしまったり、休んでたことに劣等感を抱いたり、周りがすごくバリバリ働いているように見えたり、そういった人たちと自分を比較して、自分をこう自虐的に感じたりとかですね、まあ、そういういろんな心理状態で復職してくるんで、まあ、そこも配慮してあげないといけないですよね。でもね、仕事忙しいんで次々に仕事を振ったり、なし崩し的に責任を押し付けたり、そういうことがあるんですよね。そうするともう再発していくんで、そうならないように上司はしっかりケアしていかないといけないんですよね。すぐまた元の通りとはいかないっていうことをちゃんと理解してほしいですね、はい、そうなんですね。もう外から見えないんでね、はい、そうですね、はい、疲れ気味の部下にあなたなら何と声をかけますか？部下が適応障害になったとき、大切なのは正しい知識をもとに組織的に動き対応することです。いざというときに焦らず行動できる一冊です。本日は森下先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんお読みください。